どうも、キスケです。今回は初期形態セルを使っていくんですけども、まあ、初めてこいつ使った動画では、まあ、普通じゃないかなとか、まあ、入るパーティーがおらんのちゃうかとか、まあ、割かし微妙な反応をしたんですけど、まあ、人造人間パーティーで、まあ、やっぱ強いものっていうのは、まあ、Z アビリティですよね。人造人間パーティーの強さって。じゃあその Z アビリティをしっかりと、恩恵受けさせて体力をガン積みにしました。はい。まあ、まずこいつ再生ついてるんでね。再生ついてるので、まあ、21号の Z アビリティで、はい。18% アップですね。で、プラスこいつ19号。まあ、育ててないねんけど、人造人間の体力 16% アップ。で、こいつね。はい。初期つながり。こいつも人造人間の体力を上げてくれるということで、体力3積みです。はい。で、欠損してる色が赤色だけしかないので、結構普通に戦えるんですよね。てか、なんなら強いと思う。で、しっかりと全キャラクター3積みなんですよ、これ、体力がね。そう考えると、むちゃくちゃ強いと思います。はい。まあでも、その分、ちょっと火力が、って感じにはなって、ちゃう可能性があるので、まあ人造人間21号から青色の人造人間21号から経由してこう火力を上げていったりとか、まあそういう戦い方もしていこうかなと思います。まあ何よりやっぱ初期形態のセルですよね。うん。で、体力上げると何がいいかってやっぱこれなんですよね。体力回復できるんで、まあ相当恩恵が得られるということなんでね。はい。で、4凸でこんな感じですね。まあ、火力は正直微妙っちゃ微妙かな。凸数がちょっと少ないので、こいつ限界ステータスなんぼなん？あ、でも、まあ、あ、そうなんや。限界突破っていうか、まあ、貫突してもそんななんや。なるほどね。OK です。はい。まあまあまあ、こいつの強みは特殊アーツなんでね。はい。ガンガン打っていこうと思います。よければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、PVP、回っていきましょう。はい、マッチングしました。劇場版パーティーかな？青から行ってこういう感じで行くか。ね。やっぱりね、このパーティーの火力の要っていうのが、まあ、パーフェクトセルか人造人間21号紫、まあ、このどっちかだと思うので、さすがにどっちかは出したい。で、今回の動画の目玉商品初期形態セルを、特殊アーツバンバン打ってね、ちょ嫌がらせしていこうかなと思いますよ。はい、お願いします。かっこいいんだけどな。かっこいいんやけどな。いやでもね、体力多ければ、ほらもう270万やで。だって、むちゃくちゃ多いでしょ。入っちゃった。入っちゃった。あら。さあ、来い。おわー、あれあれ、よく出てなかったですね。紫出てこへんのか。マジか。いや、280万あったよ、今、体力。えぐい。これだけ体力あれば、自動回復の恩恵もすごいし、特殊アーツからの回復もすごいんで、とんでもないことになりますよ。とんでも。さあ、来い。お、153カウント。なるほど。はえーよー。ほコチトラドラゴンボール1個ぞ。早えよ、さすがに。あらー。悪いな。悪いな。面目ね。よし。さあ、攻めが変わっちまえばこっちのもんよ。ガンガンコンボ繋げていきますよ。21号みたいな顔と結婚したいですね。
いや、それはないか。それはないか。じゃあ射撃アーズでいくか。マイみたいな子と結婚したいですね。あ、しっかり押せばいい。さよなり。喧嘩両成敗か。え、何今の、え、何今の、何今の、下田思てんけど今の、え、今の何、バグ、え、バグやったらクソ申し訳ないねんけど、今のって当たるよね。今のって当たるやつやんな。どう？ OK。 さあラストワン、カモン。やめてほしい。 OK OK。 いやー、削りきれないでしょう。あの特殊扱い品何やったやろ。ちょっとずらしたからってことけど、当たらんかったら意味ないよね。これ手札破壊嫌やな。あ、嫌ですね。まあ嫌ですね。まあでもあれか、バフの方が、あ、結構火力あるわ。バフ消える方が嫌か。多分12カウント以上ついてるから。あ、ほら、よし、 OK。 強い。対戦ありがとうございました。残念だったな。はい、マッチングしました。劇場版パーティー多いですね。まあ、残念ながら人造人間は流行ってないっぽいですね。残念ながらあんま見ないですね、人造人間パーティーは。うん、まあしょうがないかなとは思いますね。はい。まあ、体感的にすごく多く感じるのが合体戦士と再生パーティー、この2つはちょっと頭一つ抜けて多い。勘弁してほしい。再生パーティーマジで苦手なんだよな。おもんない、戦ってて。わかります？全く面白くない。減らんし体力。全く体力減らんし。まあ言うて今僕が使ってるようなパーティーも、うわー、体力めちゃくちゃ多いんでね。よし、カバチン外し決めていく。さらにここでカバチン外し決めていく。めちゃくちゃ贅沢な使い方していく。これはなかなか痺れるでしょう。次のカバーチェンジからちょっとあれじゃないですか、やりづらくなるんじゃないですか。うわ、カバチェン外ししてきよる、こんなに何回もみたいな。的な、うっ、感じになるんじゃないですかね。はい、さよなら。攻撃、うー、オッケーオッケー。まあ必殺技でいくか。くらえ、ドーン。あれ、なんで、やべ、うまい、びっくりした、一撃なんや。縛られていく。まあこう多分このままライジング来るんちゃうかな。てかまあこのタイム、あ、来ないんだ。あん、うわー、マジか、回避してないか。うん、やられた。いや、ライジング渋ってんね。それじゃダメだよ。多分パッパパッパ打っといた方が良かったんじゃないかなと、相手目線に立って言いたいですね。しかもあのタイミングで回避できんねや。あー、やられた。これまずいね。うわー、やべえ、沼にはまってる。まあでもこれで、まあ、要はあれですから、イーブンですからね。 OK、 ライジング。まあ必殺アズでいくか。お互いライジングなしで一体落としてるんで、イーブンイーブン、問題ない。どうぞ。こういうさ、なんか体力が多いとか必殺いっぱい打ってみたとか、落ちバフで火力モリモリにしてみたとか、なんかそういうパーティー使うのすげえ楽しいんだよな。
すごい楽しい。もうパーフェクトセルの体力見てや、300万普通に超えてるからね。まあでもさすがに耐えないでしょ。さあこっからちょっと怖いぞ。初期形態セル VS 変身ご飯、原作通りなら確実に勝てないこのペアですね。やべ、どっか行っちゃったけど、これでバニシングの回復速度が 100% アップ。 100% だ。チューチューチュー、うまい。こんなにうまい蜜は初めてだ。よし、あー即射撃。あーマジか、死なんよな。耐えてほしい。体力上げてるから頼むぞ体力上げてんねんぞ、せっかく。よし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 、体力いく。バニシング回復むちゃくちゃ早いな。 OK、 対戦ありがとうございました。残念だったな。はい、マッチングしました。再生パーティーですが、覚醒ブーではない。これはありがたい。いや、ちゃんと星あんねんからね、覚醒した方が強いのにね、もったいない。今の再生パーティーは覚醒ブーがいるから成り立ってるみたいなところはあるから、覚醒ブーが強すぎるんだよな。わけわからんよねどういう、誰が考えたみたいな。絶対鼻くそほじりながら考えたでしょう、覚醒ブー。え、まあこれとこれとこれでもつけとくかみたいな。絶対そうやと思うわ。で、6に最終目通さず、うん、これでいこうみたいな、ゴーサイン出しちゃうみたいな。ちょっと考えてほしいもんですよね、うん。あお、おおはい、やべ、いや、よかったよかった。ちょっと調子悪いな。さあ、おお、大丈夫ですね。まあ、このまま殴って、あ、特殊圧来たね。吸っちゃうよこれ。まあでもこれ気力奪ってるから、そこまでコンボは繋がらないはず。あ、そうか、うん、さよなら早いとこ使っちゃおう。やっぱブー出てくるか。まあでもブーって覚醒してなくても普通にあれがあるからね、交代禁止があるから。はい、あー、お互い瞬間移動切んの早いねお互い瞬間移動切んのクソ早いね。オッケー、特殊圧からの必殺は繋がるんだよな、これ。他の圧も繋がってよかったと思うけどな、これ。あかんのかな？あー、おぶね。ギリギリ。はい。あ、やべえ、調子悪い、マジで。相手もちょっと調子悪そう。ちょっと調子悪いぞ。大丈夫かな？オッケー。いやー、ナイスタイミング。いや、これは紫も落とし切ってしまうか。で、初期形態セル、ちょっと動きやすくしちゃいましょう。必殺圧で、いきます。ドン。よしよし。お互いも瞬間移動は使えましたね。さあ、どうしようか。怖っ。はい。ただ相手の体力も、あーダメ、むちゃくちゃ多いんだよな。体力むちゃくちゃ多いっていうか、回復またできるから結構多いよな。よーし、究極アーツまで行きましょうか。ん、打撃のコストもむちゃくちゃ上がってるの、これなんで。これなんか当たったっけ、消えてろ、当たったっけ。ジャバリー亀裂、ダメか。そう、これナエポよー。オッケー。ただ体力の多さは圧倒的に俺の勝ちなんでね。おい、落ちない？うわー、通常で落ちたか今の。
そういうとこを。あれよし、 OK。 さあコスト下げた射撃圧、威力も上がってます。あ、大丈夫か。 OK、 よし、これ結構嫌、よし、嫌っぽいですね。じゃあチューチューして、しちゃいましょうか。体力減らない、290万ですからね、体力が。とんでもない、アートスキあるよそれ。いやー、相手もやっぱ全体回復挟んでるからすげえ体力多い。じゃあライジング2周目、相手ライジング打ってないよな。誰に打ちたいんやろ、打ったっけ。よし、ナイス。ただ3対1の状態やったらさすがにライジング残ってたとしても厳しいんじゃないか。よし、相手のライジングラッシュは紫で受けちゃえばいいんだよ。特殊で見て、全部私のものを、やべ、あーあー、オッケー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 。一番ライジング当てたい人に当ててくれたのはありがたい。まあ外してるけどいいでしょ、問題ない。バニシングあるよな相手。タックレ来ないか、まあ、射撃圧しかなかったからよかったわ。特殊いくぞ、ほらよこせ、パーフェクトなエキスを。OK、 よう見た。これさすがにもう落ちるよね。よーし、強くね。対戦ありがとうございました。残念だったな。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は初期形態セル使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、体力やっぱガン積みにすることによってすごい安定感が増すというか、安定感増しつつ、特殊圧で回復しつつ、まあ、結構嫌らしい戦い方ができたのかなとは思いますね。はい、まあ、僕セル好きなんでね、うん、セルすごい好きで、初期形態も結構好きなんですよ。このポーズ見始めてからむちゃくちゃ好きになったんで、かっこよくないこのポーズ。まあ、だからどうにかして使いたかったんで、まあ、今回は無事に使えてよかったかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではよきドラゴンボールライフを、バイバイ。You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh,